さあ、オリックスですけれども、今回の内容は足立選手の兼任コーチということで、契約更改がですね、毎日、4選手ぐらいですね、続々と、リリースをされているということで、今回はですね、昨日ね、契約更改をしましたけど、ベテランへの、契約更改並びに兼任コーチ打診ということで、足立選手以外にもですね、他の選手3名ほど、いらっしゃいます。兼任コーチに至った背景であったりとか、その決断について、そして来季以降、今後に向けての話なんかもできればなというふうに思うので、実質プロテクトをされているこの足立選手兼任コーチですね、そこの誕生についてお話をしていこうかなというふうに思います。で、まず、追加でですね、4名契約更改をしたということで、ご覧の通りなんですけども、順にねご紹介できればと思うんですが、まず小木田投手ですけどね、日本シリーズの安定感が半端じゃなくて、年俸が2000万円アップということで倍になりましたね。素晴らしいということで、コメントとしては吉野部がねポスティングに行くということで、同級生ですから、勉強になることもたくさんあったし、もう見て学んだということで誇りに思うということで、サチヤもね抜けるということで、二人の穴が大きくなるということで、みんなでね埋めていけたらという思いはありますというふうになりますが、巷ではですね、選抜転向するんじゃなかろうかと言われておりましたけど、ファン間でね、来年の目標はと聞かれた時に50試合登板というふうに言っていたので、本人としてはリリーフとして思ってるんだろうなというふうに思ったので、個人的にはね、選抜適性あるかもしれないですけど、安定感は結構捨てがたいですし、来年も、得意なリリーフでね、もう2年連続活躍できるのかどうかっていうところが、第一線でやれるかどうかのやっぱ目安だと思うんでね、今年素晴らしい活躍をしてましたんで、じゃあ来年も同じような成績残せたらちょっと本物だぞという期待感も込めて、なんかリリーバーとして僕は見たいなと。で、加入した吉田康生投手とですね、同じ地元ということで、同郷ということで、年末に帰ったら一緒にご飯行くぐらいだったっていうふうに言ってるんですけど、いや、めちゃめちゃ仲いいやんっていうふうに思ったんですね。で、吉田康生投手としても、やっぱ監督も秋田県出身ですけど、それで言うと、小木田投手もね、世代的にも近くてっていうところで、一番話しやすいんじゃないかっていうところで、助けられることがあれば、助けてあげたいし、ピッチャーとしてもライバルとしていい関係を持っていけたいなというふうに言ってるんです。タイプ的にも自分から進んでいくやつなので、大丈夫だと思いますよ、というふうに言ってましたね。なので、人見知らないということなんですけど、そんな吉田康生投手がですね、入団会見をしましたけれども、背番号が23ということで、誰が当てれんねんっていう。オル23番でピッチャー。ねえ。前は伏見、シュウィンデル、古くで言うと北川選手とかですね。23番イコール、やっぱ野手とかですね。なんかキャッチャーっていうイメージがすごいあるんですけど、その中で吉田康生投手がつけたということで、もう一回ね、自分をこう見つめ直してやりたいんだというふうに言ってましたけど、正直甲子園と修学旅行しか関西に来たことないらしいんですよね。なので、アピールする部分っていうのはキャンプからやっていって、しかも今まで決まっていた2枚が吉野部と佐々の分ですね、なくなるということで、自分にとってはチャンスなので、もし先発やるなら、目指していきたいというふうに言ってましたね。ただやっぱりリリーフ先発立ち位置そんなこと言ってられないということで、日本ハムとの初対戦は必ず抑えたいですし、もうここまで来たらオリックスの吉田康生だと言われるようにしっかりやりたいというふうに言ってましたね。で、福田GMも吉田康生投手に対しては潜在能力のところですね、ここを期待しているということで、伸びしろもまだまだあるということで、輝いてほしいというふうに言ってたんでね、先発なのかリリーフなのか、正直僕はリリーフなのかなというふうに思ってるんですけど、最初はね、小野投手ですらやっぱ先発をして、宗西投手も先発でってことなので、2軍で先発調整して、どっちに適性あるのかっていうところは見られると思うんですけど、楽しみな、存在の一つでは間違いないので、入団会見ね、今日は新人、昨日吉田康生、そして明日は西川龍馬と続きますけれども、素晴らしく23番で入団をしたということでございます。そしてですね、続いてが池田龍馬選手ということで、200万円アップの800万円で契約更改ということで、今シーズンは12試合で打率が2割6厘の成績を残してるんですが、少しだけ上がりましたということで、2軍ではですね、首位打者であったりとか、賞をね、いくつか取ってるんですけど、1軍では結果が残せなかったと、試合自体はね、ちょっとは出れたんですけど、来年は出るだけじゃなくてしっかり結果も残していきたいというふうに言ってましたね。ただそこの悔しさの部分が強いので、ここを忘れずに頑張っていきたいというふうに言ってますけど、高知キャンプでは、キャッチャー挑戦なんてすごく話題になってるんですよね。僕も取り上げましたけども、ここについては、幅を広げられたらいいというふうに思ってたということで、中島監督も福田 GM もね、なんか似たようなこと言ってましたけど、どこでも広く守れる方が使い勝手がいいと思うし、出場機会も増えるということで、どこのポジションでも頑張ろうと思いますというふうに言ってますが、ここに関してはね、本格的なキャッチャーへの転向というよりかは、なんですかね、気分転換じゃないですけど、杉澤選手とかね、ショートやったりとか、茶野選手ファーストやったりしてますけど、なんか違うポジションやることによってリフレッシュとまではいかないですが、そういった面もあるのか
かなというふうに思います。で、西川選手の加入を一番受けるのがこの池田龍馬選手ということで、まあ、正直ですね、まあ、北選手もどうなんですかね、ライトできるのか分かんないですけど、この2人は結構やっぱレフト専門っていう感じで見られてるのかなっていうところで、それで言うとやっぱ西川選手の加入っていうのはものすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思います。で、西川選手に対してね、セリーグでも3割以上残してるバッターということもあって、すごいなっていうのは分かってるんですが、それだけだと差は縮まらないということで、もう追い越すぐらいの気持ちでやりたいんだということで、素晴らしいですよね。追いつけ追い越せで打倒西川龍馬ということですけども、外野の布陣見ていくとですね、これ中川圭太、西川龍馬、ラオウということで、まあレギュラー3人いると思うんですけど、やっぱみんな20代後半なんですよね。で、一番若い圭太とも7歳差ということで、わからないですけど、まあ池田龍馬選手が、25歳とか、まあ、そこまで待てるかわかんないですけどね、になると、まあ圭太ですら32歳という今のラオウの年齢になると思うので、まあそこまでですね、一定期間間はあると思いますし、西川選手とも4年契約というふうになってるんで、その頃は24歳ということで、一番こう来てるんじゃないかっていう、タイミングだと思うので、その頃にはなんかレフトで台頭してくれたらっていうような感じなのかなというふうに思いますが、果たして西川 VS 池田龍馬と言ってもね、ラオウが不振で西川選手が怪我でってことになれば、池田選手にチャンスは回ってくると思うので、全くノーチャンスってわけではないと思うんですよ。続いて、茶野選手ということで、茶野選手に関してはやっぱライトでね、すごく出てましたけども、1600万円アップの2100万円で公開ということで、だいぶ上がりましたというふうに言ってますが、今シーズンチームでは最多盗塁の7盗塁ということで、まあ、盗塁自体が少ないチームなんですけど、まあ、1試合でも多く出て、1本でも多くヒットを打ちたいと、理想はフルイニング出場なんですが、そこまでいかなくても、1打席1打席必死に頑張りたいということで、まあね、ビールかけにも参加せず、直行して練習しに行ったっていうのはありますからね、見かけによらずかなり気合が入るタイプだと思うので、外野が一層ですね、やっぱ厳しくなってる中で、プロテクトでね、茶野選手、入るのか入らないのかとかいろいろ言われてますけれども、このあたり含めて、今年のですね、開幕直後ぐらいの活躍をいかに続けられるかっていうところが大事になってくるのかなというふうに思います。そして最後、足立選手ですね、1500万円ダウンの5500万円で公開をしたんですが、今シーズンはホームランなし、打率も2割切ってしまっているということですけども、やっぱここ数年見てもね、打ったシーズンも1本とかなので、本当にその長打がなかなかなくて、まあ、内野ゴロで進塁だとかね、内野ゴロで得点取ったとか、なんかそういう、なんていうんですかね、もうバッティングしかちょっとこうできなくなってきてるということで、年齢的な衰えも攻守でちょっと目立ってしまったわけなんですけど、そんな足立選手に対してですね、オリックス、コーチ兼任を要請ということで、しかも何回も話したらしいですね。一発で、やらへんかやりますってじゃなくて、何回も小出しにして、この契約更改の時に、まあ、発表ということなんですけど、正直その冗談なんかほんまなんかわからんかったというふうに言ってましたね。どうしようかなっていうので、今までの起用法、まあね、3日に1回は必ず休まないといけないとか、そういったものを含めると、兼任講師って無理なんじゃないかっていうふうに思ってたそうなんですけど、まあメインは選手というふうに言われたので、体調面とかも、考慮した上での兼任ということで、まあ変な話、まあベンチに入れなくても1軍には入れますよね、兼任コーチであればね。まあ、なので、選手としてベンチ入らなくても、ずっと1軍に入れるってことを考えると、まあ、プラスなんじゃないかっていうところで、まあ、初めてのコーチの部分、難しいと思いますけど、積極的に若い子には教えてあげたいですし、中嶋監督がね、9年、兼任をやっているということで、まあ、教えを乞いながらですね、負けないように頑張りますということで、まだまだ足立選手としても、おそらくね、現役を続けるつもりなのかなっていうことで、正直ですね、僕来年、T さんと足立選手、2人とも引退するのかなと思ってたんですが、35歳でね、結構節目だと思うので、まあ、本人としては、まだまだやるつもりなのかなっていうところで、わかんないですけど、40歳ぐらいまで考えているのかどうかっていうところですよね。で、ここ最近の選手兼任コーチで言うと、能見さんなんですけど、まあ、40歳の時にですね、阪神を退団して、41、42と2年間、オリックスで兼任コーチとして、成績を残しましたけども、まあ、1年目こそ26試合に出場しましたが、そこからは5試合とやっぱ激減してるんですよ。まあ、なので、これは本人からね、辞めますっていう風に言って、中嶋監督もほんまに辞めんのっていう風に言っていたので、まあ、来年も、それで言うと今年ですよね、能見さんは選手として考えられてたと思うんですが、果たして、足立選手兼任コーチになると、ちょっとね、引退がすごく出てくるということなので、どこまで現役を続けるのかっていうことですけども、まあ、兼任コーチをやると。で、選手としては、抜かりない守備をもう一度構築したいということで、怪我せずやって、自分の持ち味は守備だと、日本シリーズでもね、自分の守備からもう流れを変えてしまったので、丁寧にやっていきたいというふうに言ってました。改めてですね、足立選手、まあ今年が35歳ということですけど、それで言うとですね、オリックスのベテラン陣見ていくと、足立選手の前後で見ていくと、同級生の T さん、1個下に小田裕也選手、そして4つ上に平野佳久投手、5つ上に比嘉さんということで、彼らにはまだね、兼任コーチが発表されてないんですよね。
もしかしたら今のところわかんないです。裏でね、話があるのかもしれない。いや、今年はちょっとやめてくださいとか、いろいろあるのかもしれないですけど、まあ、吉久に関しては複数年契約去年結んでますから、2年契約でしたっけね。まあ、なので、そのあたり含めて今年発表とかはないんですが、まあ、おそらくですね、昨日本田仁美投手ご紹介しましたけど、肘の怪我の公表、そして今回は選手兼任コーチっていうので、実質ですね、広島がもうプロテクトで人的保障で選べにくい要素をふんだんに盛り込んでるんですよね。まあ、なので、カープとしては選手として迎え入れたいっていうところでチョイスするのかもしれないですけど、まあね、この間、コーチ兼任を発表しました。そんな選手をね、人的保障で選べるのかっていうのはなかなか選びにくい部分もあると思うので、まあ明らかに人的保障の対策なんじゃないかなと個人的にも思った部分でした。ということで、今回の内容はですね、足立選手の兼任コーチということで、昨日発表されました契約更改、最新4名追加をさせていただいたということなんですけれども、改めていかがでしたでしょうか。まあ足立選手の兼任コーチ、そして同世代の小田選手から比嘉さん、ここに関しての、まあ今後のキャリアの進め方とかですね、いろいろ多分思うことあると思うので、ぜひ皆さんもね、何か思うことあればコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。